日銀が発表した3月の調査によりますと新型コロナウイルスの感染拡大の影響で自動車や食品などほぼ全ての業種で景気判断が悪化し大企業・製造業の景況感の指数が7年ぶりにマイナスになりました。サービス業業などのの非製造業も外国人客の減少や 外出・自粛で客足が減ったホテルや飲食店の景況感が過去最低となり、リーマンショック以来の落ち込みでした。調査では今後の景気はさらに悪化するとの見方が体制を占めているということです。